はい。それでは単語を一緒に読んでいきたいと思います。それでは後に続いて。思います。思います。言います。言います。勝ちます。勝ちます。 負けます。負けます。役に立ち,ます,に立ちま,すます。足ります。足ります。あります。あります。 不便な不便な。無駄な無駄な。すごいすごい。同じ同じ。 ニュースニュース。最近最近。たぶんたぶん。きっときっと。 本当に、本当について、ついて。仕方、仕方。主将、 首相、大統領、大統領。政治、政治。スピーチ、スピーチ。 試合試合アルバイトアルバイト意見意見話 話、ユーモア、ユーモア。デザイン、デザイン。交通、交通。 ラッシュ、ラッシュ、しばらく、しばらく、もちろん、もちろん。はい、それでは本文に入ります。 連帯修飾を使って表現する。詳しい表現、説明をするところです。まず、この例文を見る前に、普通形です。普通形は4種類あります。辞書形、多形、内形、過去否定形です。この4つです。しっかり覚えましょう。また、 別の動画でも紹介しています。それを参考にしましょう。それでは、こちらから例文を見ます。名詞、の、名詞。名詞の後ろに、の、のの後ろに、名詞をつけます。意形容詞、名詞。意形容詞の後ろは、何も、ありません。注意しましょう。な形容詞、な、名詞。 なけよしの後ろはなをつけます。これに注意しましょう。そして動詞の普通形です。動詞の普通形の後ろは何もありません。これに注意しましょう。そして名詞をつけます。では、こちらから例文を一緒に見ます。私の車は日本の車です。私 車、日本。この三つは名詞です。名詞と名詞の間のの。これに注意しましょう。はい、次に赤い花は私が好きな花です。この赤いという意見用紙の後ろは何もありません。好きな花です。の。 好きなはな形容詞です。後ろになをつけます。便利なところに住みたいです。このたいですは希望、願望を表す表現です。便利なというな形容詞の後ろにはなをつけます。役に立つ辞書が欲しいです。この欲しいですも希望、 願望を表す表現です。この役に立つは役に立ちますの辞書形です。動詞普通形に名詞をつけるという表現です。これは公園で撮った写真です。この撮ったは撮りますの多形です。この 動詞普通形に名詞をつける表現です。スピーチをしている人は大統領ですかスピーチをしています。これはスピーチをしますの現在進行形です。その辞書形を人という名詞につけています。昨日見た映画は面白かったです。 この見たは動詞見ますの多形です。この表現です。面白かったはい形容詞面白いの過去形です。今日会う人は木村さんです。会うは会いますの辞書形です。この表現です。それでは最初から 一緒に発音していきましょう。私の車は日本の車です。私の車は日本の車です。赤い花は私が好きな花です。 赤い花は私が好きな花です。便利なところに住みたいです。役に立つ辞書が欲しいです。 役に立つ辞書が欲しいです。これは公園で撮った写真です。これは公園でで撮った写真ですスピーチをしている人は大統領ですか スピーチをしている人は大統領ですか昨日見た映画は面白かったです。昨日見た映画は面白かったです。今日会う人は木村さんです。 今日会う人は木村さんです。はい。普通形は非常に大切な表現です。しっかり覚えましょう。それでは皆さん、できましたか